プーチンがドカーンと撃つドローン戦争ピースイツプーチンがドカーンと撃つドローン戦争ピースイツロシアの指導者であるプーチンが力強い行動をとることを示していますドローンは攻撃や偵察に使用されることがあり新たな戦争の形態として注目されています このフレーズは、ドローンを用いた戦争や紛争の可能性を暗示しています。プーチンの強力な行動によって引き起こされる可能性のあるドローン戦争と、その戦争が平和を達成するまでの道のりについて問いかけていると解釈できます。平和への願望や解決策の重要性を意識させるメッセージとして捉えることができます。ご視聴ありがとうございました。